まあ、それにしてもね、まあ明日いよいよ投開票の兵庫県の西宮市長選がですね、まあやっぱ僕的にも気になるなと。 まあ今日はね雨の日ということで、そこにもまあ投票率のねまあ影響というのもまあ気になるんですけども、なんかね、僕はツイッターでいろいろ西宮市長選のことについてねまあ書いてて、それでいろいろ反応があったり、リツイートされたりとかして、それはそれですごくありがたいなというふうにまあ思ったんですけども、ただ、僕の書き込みに対して、 なんていうのね、まあ割とその楽観的な書き込みっていうんですかね。まあ現職の方が、まあ、あの、有利だろうみたいなことを、まあ書いたりしたらですね。いや、いや、やっぱ維新だから、あの、もうちょっと油断できませんとかですね。維新だからもうちょっと警戒しないと、みたいな、あの、コメントっていうのをいただいてね。 でまあ、まあそれはそれでわかると、まあ、やっぱり何やかんにおいても維新はねまあ、兵庫県でもですね去年の衆院選では、えー、比例復活でもまあ、たくさんの方が当選したんじゃなかったですかね、うんだからそういう意味で、まああのー、宝塚市長選でも、ですねま僅、あ、差で維新が競り負けたというのがあったんですけども。まあ そこまで、僅差まで迫るっていうところから言っても、で、また去年はね、えー、去年ですよね、えー、兵庫県知事選ではですね、維新が応援した、これ自民党も応援してたんですけども、えー、斎藤さんという方がね、まあ、兵庫県知事になられたと。そういう意味でもやっぱこう衆院選も、えー、去年あって、その後の今回の西宮市長選ですから、いや、僕もね、いや、本当に、あのー、 維新の西宮市での得票とかね、えー、見るとですね、まあ、本当にまあ維新が勝ってもおかしくないような、まあ、選挙であることは間違いないとは思うんですよね。でも今回はあの現職の石井さん、これはあの、えー、立憲民主、国民民主支援で、自民党も支援なんですかね。ということで、まあ 本当にね、まあ、石井さんも前回は100発表差の僅差でなんとか市長になったっていうのもあって、んで、えー、前回石井さんの、ま、ライバルっていうかね、あの、相手候補として出てた、え、方も今回吉岡さんという方がね、自民党、元自民党としてですね、自民を抜けて、えー、今回出張るという、こう、三つどの選挙になってるわけですから、まあ、維新が強い、 っていう風な僕も思ってたんですね当初ね。ただでもねやっぱりそのいろんなあのまあこれがまあ。 決め手になるのが、まあ、おとといの木曜日の、ね、JX 通信の、えー、情勢調査っていうのが出てです、ね、これによると、現職、石井さんが先行しているとで、維新の、えー、増山さんが追っているっていうのが出てね、でこれの中身を見ても、えー、無党派層の3割はです、ね石井、現職の石井さん、石井敏郎さんを支持してて、えー、維新の増山さんは、まあ、無党派層からの支持は1割程度と。 でまあ、現職の石井さんは維新の支持層の2割からも、えー、支持を得ているということで,です、ね、で、まあ、これ、普通に見る,見ると、まあ、やっぱり現職の石井さんのほうが、ねまあ、優勢というかで、まあ、先行しているということですから、まあ、あの普通に見たら、石井さんのほうが、あのーまあ、先行、優勢、有利なのかなっていうふうなのは思われると。うん でまあ、僕はもうこの JX 通信の、まあ、情勢しか今のところ出てないんですけども、まあ、ただ、他神戸新聞とかねあの他のとことか、まあ、特に神戸地元の神戸新聞なんかはですね、まあ、結構あの明日たの開票 特番みたいなのを YouTube でやるとかっていうのもね、なんか告知してて、まあそういう意味ではですね、西宮市っていうのは人口48万人ですかね、で、ね、まあ中核市っていうこともあってですね、 あの情勢調査が僕は出てもおかしくないのかなと思ってたんですね、神戸新聞はね。でもなぜか神戸新聞は、まあ、情勢らしきえ、情勢調査も出してませんし、情勢らしき記事っていうのもですね、今のところ、き、まあ、今日はもう土曜日のもう9時ですから、もう9時過ぎですから、まあ、今朝なんか出てもおかしくないのかなと思って。 たんですよねで去年の宝塚商戦では、ですね、まあ、情勢記事ではないんですけども、名前の順番を、ですね、えー、なんていうんですか、あのー、候補者の登録順じゃなくて、まあ、情勢順としか思えないような順番で、えー、書いてたんですよねで、その時は1番に維新の人を持っていて、で2番に、えー、山崎。 春江さんですかね、今の現職の市長のな。そんな感じやったと思うてだから、まあ本当、接戦なのかなというふうに、あのー、思ってたんですけども、まあ、あのその時は宝塚商戦ののはもは、山崎さんがね、あの勝ち張ったというのがあったんですけど、だからそんなふうな記事を今回も神戸新聞が、地元のね、神戸新聞載せるのかなと、そういうこともなくですね、えー、あの、西宮商戦というのは、丸抜、 丸罰てあの丸印を記入すると、罰印を書くと無効っていうね、まあ、そういう記事は載せてはるんですよね。うん。でもそれ以外、その、なんていうかねこう、情勢らしきもの、情勢を表すような記事っていうのもの載せてなくて、じゃあ、なんか、まあ、神戸新聞はね、まあ、どういうふうな、あのー、 の出口調査やってるかどうか分かりませんけどもまあ、ネットでですねバイト募集のなんかその求人広告みたいなもので、えー、西宮市長選の期日前投票と当日の出口の、えー、出口調査のバイトっていうのは募集されてたんですよねで期日前のバイトのその募集っていうのが載ってるからどっかが出すんちゃうかなと思ってたらまあ、今の段階でも出し どこも出してないということはですね、まあなん、なんていうんですかね、まあ、お蔵入りにしてるのかね、まあ、それとも、えーまあ今回、今回は見送ったのかなんか分かりませんけども、まあ、そういうことが考えられるかなと。だからそんな中で JX、d x 通信の方だけがですね、まあ、情勢記事っていうのを Yahoo の個人ニュースとしてですかね、まあ、載せてたっていうのがすごく僕は引っかかってるんで、これ何なのかなと。 うんまあ、あの別に保管とか載せんかったから、JX だけは載せたとかね、まあ、そういう事情がもう考えられなくはないんで、まあ、それはもう全く分かりませんと、うん、ただ、えー、出口調査をどっかがですね、まあ、そのバイト募集してるとこまは人材派遣の会社なんで、えー、そのどこが大元なのか、どこのマスコミがやってるのかとかっていうのは分かんないんですけども、まあ、 期日前の出口調査を募集してたことは確かなんですよね。でそれでもどっこも載せてないっていうのがですね僕はすごく引っかかって、まあ、そういう意味でですね、まあ、僕はやっぱり現職の方がですね、まあ、いろんなこの状況判断的に言えば、あのー 現職の石井さんの方が、えー、まあ有利なのかなっていう風な見方をしてたんですけども、まあそれでもね、まあ油断はできないとかですね、まあいろいろコメントいただいてね、まあそれもそうだなと、まあなんかいろいろね、いろんな運動されてる方もいてるんで、なんか落選運動とかね、まあまあそれはそれでね、あの、いいことだとはあ、いいことっていうかね、まあ盛り上げてもらったらいいと思うんですけども、なんかまあ、 本当に、ね、僕の,あの、まあ、客観的かどうか分かりませんけど、いろいろ引っかかるなっていう点を挙げていくと、まあなんかね、あの明日は神戸新聞がその特番、宝塚小説の時もねあの、そうだったんですけども、まあね、なんかあの、やっぱりなんかちょっと情勢的なものを、記事を載せてないっていうのが、僕はすごく引っかかりましたね。うん まあ僕はもう、この単にあのまあ野党的に言えば、ですねこの西宮商船っていう、まあただ、ただのって言ったら怒られますけども、まあ、一地方選ですよね、一市長選ですよね、まあ、そうじゃなくて、やっぱり3ヶ月後に控えている参院選。 に向けて今野党がこの西宮市政に対してどうしていくかということが僕は大切だと思うんですけども、まあ、そういう動きはもうちょっとあってよかったんちゃうかなっていうところが、僕はちょっとあの残念な感じはしましたね、うんまあ明日どうなるかっていうのはね、まあ、それは分かりませんけども、まあ、今の感じでいくと、まあ、ゼロ打ちみたいなものがあってもおかしくないのかなっていう気はしますね。 まあ当日の出口調査もなんかバイト募集してたんで、だからどっかがですね、あの出すと思いますよと。うんあのー、まあ、8時ぐらいには、えー、どういう感じのね、えー、どっちがど、どの候補がですね、どれぐらいの支持を得ているかみたいなグラフみたいなのも出すと思うんで、まあ、それは神戸新聞も出すんちゃうかなと思うんですけどもね。 まだからね、もう参院選を見据えて野党っ,っていうのは、やっぱもうちょっと動いてほしいなと。うん。だからそういう意味では、まあ、維新はそういう意味で、まあ、いろんなね、もう総動員して、えやってたっていうのはね、まあ、そういうとこは見習った方がいいとこちゃうかなっていうふうに、まあ、僕は思いましたけどもね。うん。チャンネル登録よろしくね。